ハッタジュズイミミズはミミズの一種。よく伸びると1メートル近くなるものがあり、日本一大きいミミズの一つとされる。ハッタミミズとも呼ばれ、環境省では絶滅危惧種、滋賀県では絶滅危機増大種として指定されている。本種は大きさそのものはさほどではないが、引っ張るとよく伸び、その時の長さは日本のミミズでは最長である。 半水性の種で水田に多く生息する。そのため水田の水が抜ける原因として嫌われるが、うなぎの餌として重宝された歴史もある。もともとは、金沢近郊の八田村地域にのみ多産するものとして知られていたが、後に、琵琶湖周辺にも生息することが知られるようになった。その特殊な分布については、様々な論理がある。とても細長いミミズで、 体長は6 0トルほどだがよく伸びると1ルにも達する。体幅は8ト、mm、ルほど。体節数は300から400にもなり、これは普通のミミズのそれの3倍以上である。背面は濃い藍色をしており、覆面は灰色、艦体は淡い紅色。艦体は大切にして、ラインから XV までを占める。 性的入頭状突起が6-9とクシー13までに各1体ある。施工は存在しない。合毛は各大切に4体ある。人間は各大切の外側合毛列に口を開く。ただし i-2-X-12 の各大切にはない。有性校は X、クシーの外側合毛列に口を開き、受精脳校は セブンの外側合毛列に口を開く。姿勢交駆し、ルブの大切感溝の内側合毛列に開く。内部では、清掃能は、ナイン、エックスの角膜の前後に2個くっついている。左能は、エルブの大切から始まって6個かそれ以上が、数図のように並んでいる。和名は、当初の分布地である、タムラと、それに、本群のミミズでは、 左能が複数術状に並んでいることによる。八田た耳図の和名も使われ、八田た耳図を標準としている書も多く存在する。多方で族の和名は提示されていないことが多い中、渡辺では八田た耳図族と樹髄耳水族の両方が使われている。ここでは仮名には樹髄耳水化が使われる例が多いことなどから樹髄を入れて使用した。学名の方は、 張ったミミズをそのまま取ったもので、地元での故障をそのまま用いたものとのこと。ミミズの大きさは伸び縮みするために判断が難しい。一般には日本で一番大きいミミズとして、シーボルトミミズが取り上げられ、長さもであるが太さ、体重の点では特に大きい種の一つである。ただしより大きい種があるとの話もあり、それらについては、その種の項を参照されたい。他方で、長さ、 特に伸びた時の長さであれば、日本一は間違いなく本種である。シーボルトミミズなどの太ミミズ類はぶら下げてもさほど伸び縮みしないのに対し、本種は引っ張ったりぶら下げたりするととてもよく伸びる。正式の長さはフォルマリン標本により、それでは本種の長さは20から30センチメートルであり、シーボルトミミズよりやや短い程度だが、体重はその半分以下である。 それに対し、本種では、標本では30センチメートルほどのものが、生児の体長が60センチメートルに出会ったという。とにかく生きている時の本種の長さは大きく、下北方では、昔は1.5メートルのものがあったと伝えられるという。実際に記録されたものとして2013年から2014年にかけて、美和公博物館が主催して、湖国、 ハッタミミズダービーという催しを行った。これは、ハッタミミズの大きさコンテストで、証拠として、メジャーと共に伸びたミミズの写真を募集したもので、その時の最高記録は、甲賀市港町さんのもので92センチメートルであった。ちなみに、この企画は、テレビやラジオで何度か取り上げられ、ある程度有名になった。すると、河北方より、平成26年10月1日付で、 琵琶湖博物館宛に挑戦状が送りつけられた。差出人は、河北方故障研究処理事長、高橋久氏で、内容は、ハったミミズの本家は、河北方であり、本家の名誉にかけて、琵琶湖に負けるな、ハったミミズ本家の意地を見せるぞ、コンテストを開催し、琵琶湖より大きいハったミミズを探してみせる、というもので、最後に、負けたら生き物元気舞を送ります、とあった。 琵琶湖博物館からは受けて立つ、胸の返事を送り、その中ではむしろ、琵琶湖周辺こそが本種が進化した場であり、つまりこちらが本家との主張とともに最後に、負けたら魚のゆりかご水田米を送りますとしたためた。結果的にこのコンテストでの最高は56センチメートル、事前調査では75センチメートルであり、下北片側の敗北となった。ちなみに、この漁施設は、 その後共同して全国発多ミミズダービー実行委員会を立ち上げ、新産地発見なども目指した。なお、後に発見された福井県の生息地の最高記録は、長さ85センチメートルである。石塚、美奈子市は本種の大きさについて、記載としては体長250から700ミリメートルとしつつも、文章では、伸びると1メートルを超すものもあると書いてあるが、 蒸気のような具合で1メートルを超える正式な記録はないようである。内田他にはインドやジャワが原産地であり、金沢市発田町のみに知られ、これを特筆に値するとしている。また石塚、美奈子市は世界に広い分布を持つが、日本での分布は限定されているとしている。これらの説明は、口実する本種は熱帯域寄りの移入種との説を踏まえたもののようである。 2015年現在の情報では、本州の分布に関し、熱帯域の情報は不明だが、少なくとも確かに本州であるものは確認されていないとの表現になっている。現在の判断では日本における本州の分布域は、石川県の河北方周辺、滋賀県の琵琶湖周辺、それに、福井県の三方五湖周辺である。河北方周辺は、古くから本州の産地として知られ、 八田町の名がこの種に与えられているが、実際には八田町よりやや東の地域に多かったとされていた。現在の分布は下北方の東部、北部から下北市南部にかけて生息しているとされる。滋賀県においては琵琶湖周辺の広い地域で本種が発見されている。北端にあるヨ湖周辺にも発見されるが、この湖は琵琶湖とやや立地や、 成立の経緯をことにし、独立の分布域との見方もある。福井県では、味方五個のうち一番南にあって、淡水性の三方庫やその隣の寄水性の観光の周辺などに分布している。本種が八田村には多産するのに、当初はそれ以外の日本から発見されないことに関して、破体は本種が帰化種であるからではないかとの推定を示した。彼によると、 本種の含まれる属の種は本種以外は熱帯産であることから人為分布の可能性が高い。しかもこの種の拡散を嫌って農家が稲苗のやり取りをしなかったとの話はあるにせよ、それでも分布は拡大してゆくものだから分布域の狭さはその移入が古くないことを示す。口述するように本種については地域にその羊に関する伝説があり、 これはこのミミズがこの村に突然出現したこと、それが、さほど古いことでないものを示すものだとしている。彼はさらに、加賀の豪商と伝えられるゼニア五兵をも持ち出し、彼は、藩の内諾を得て、南蛮貿易をしていたのではないか、その際に、東南アジアのどこかから本種を持ち込んだのではないか、ともしているという。さらにその後に、琵琶湖周辺から本州が発見された折にも、 タイはこれを、ク北タとビワコの間に、頻繁ない危機があったと想像されるとしている。それに対して、渡辺はその後に3カ所で発見されたことをもって、日本土着の種と確信したと述べている。ミトコンドリア DNA の解析によると、ビワコ周辺域の方が変異の幅が広く、ク北タのものには、その一部のもののみが見られた。このことから河北方のものは、 琵琶湖域からの分布拡大による可能性が考えられる。またこのような多様性が存在することは、本種が日本在来種であることを支持するものと考えられる。反水性のミミズで水田やアゼに多く見られる。口述のようにアゼに穴を開ける被害があるため、現在ではアゼをコンクリートにすることが多くなっているが、発電などでは非常に多数個体を見ることができるという。 泥の中に潜っており、表面に噴火を出す。水田に水を張ると泳ぎ出てきて、水が引くとあぜに潜るという。水田のあぜには、複数種のミミズがあおり、それらも噴火を出すが、本種のそれはやや棒状のものが積み重なって直径が10センチメートルを超え、これを見れば、本種の生息が確認できる。水田の泥に潜るとき、明らかではないが頭を下にして、 ほぼ垂直に潜っているらしい。その状態での長さは30センチメートル程度と思われる。一度の観察で様々な大きさのミミズが見つかることから、その繁殖がかなり長期にわたることが推定される。ビワコでは5月、河北方では8月に卵包みが発見されている。卵包は最初は白くて柔らかく、後に硬化して褐色から黄色になるとの報告があり、また、 渡辺自身は、ルビー色の鮮やかな赤と表現している。大きさは、計1センチメートルほどの球形から楕円型で、両端がやや尖る。1個の卵包みから妖精が2から3個体出てくる。小型個体は6から8月に見られる。生活史等の詳しい情報はないが、元今津中学校での飼育例では4から5年は、生きていたといい、太耳ずるいよりは長命と見られる。 また、このミミズは最終時によく切れ、つまり地切れする。太ミミズ類もよく地切れし、その後も生きているが、長さは戻らず、つまり再生力はない。それに対して、本種の場合、長さも元に戻るような再生をするかもしれない。本属の種の多くは、熱帯域に生息するが、日本にはこの他に、ヤマトジュズミミズリージャポニカがある。これは、 本種より先に発見記載されたもので、体長4から8センチメートルと小型のものである。当初は日本固有とされたが、現在では中国、朝鮮から熱帯域に広く分布する、反世界種とされ、むしろ日本では異乳種になるのでは、とも言われる。本属には日本に合わせて9種が知られ、さらに多くの未記載種があるという。いずれにせよ本種はその中で大型になる。 半水聖種として得意なものである。本種は八田村地域に多産したものであり、その存在は古くから知られていた。これを旧八田村の小学校校長であった森哲二郎が採集して、当時の第四高校教授の市村に同定を依頼した。市村はこれをさらに東京帝大教授の古島に送り、そこからさらに東北帝大教授の破体新騎士のもとに送り、 ここでようやく新種として記載されることになったという。ちなみに市村に本種を渡したのは金沢第三中学の安田作事で彼は県の依頼で天然記念物調査をしていた。しかし本種は天然記念物に指定されることなく現在に至る。これは先日の移入種である可能性を考える説の存在も影響したのではとの声もある。本種は長らく 石川県徳産とされていたが、それが他地域で見つかるようになったのは、比較的最近のことである。琵琶湖周辺では、破壊の1931年の著書、耳図ミミの中に本種が限られた狭い地域に閉じ込められた、ままとは考えられず、他地域に広がることもあり得るとの考えを述べ、そこで、愛知医科大学の高木俊三が、琵琶湖付近の八幡市で本種を採集したことを記録してある。 ところがその後に、これを追認した報告は長く出なかった。1978年に、渡辺が現在の高島市にあたる地域で本種を発見し、翌年には、周辺地域の聞き取りや農協へのアンケート調査により、自民党市、泥耳図、底ミズと呼ばれるミズが広く認知されていることが判明した。味方ここでの発見は、さらに遅く、2009年に、 上西実によって発見された。水田に生息するものはあぜにトンネルを作ることから、水田の水が抜ける原因となることがあり、農家から嫌われる。金沢市近郊では、本種のことを、あぜと押し、岩と、押しと呼んで嫌い、また口術のようなうなぎ取りが盛んでない地域では、本種を持ち込むことを防ぐために、八田村からは稲内を分けてもらわないようにしていたと、言う。 他方で、本種は、うなぎ取りの餌として、大層重宝されていた。昭和初期の最盛期には、八田村だけで30の50個ものうなぎ鳥専業の、ものがいたといい、一層の船で長い場合は1万1200メートルもの、ハエナーを設置、そこには4メートルごとにミミズをつけた。そのために4月中旬になると、一家層ででこの餌のために本種を採集したという。 ミミズは一匹を二つ、あるいは三つに切って用いた。採集者は一人で5リットル、人によっては9リットルほどのミミズを採集し、それも毎日のことであったよし。これをミミズの個体数に直すと単純な計算で少なく、見積もって2万7千匹、多く見ると7万匹に当たる。うなぎの魚器は4から6月が中心だが10月、下旬まで続いた。 とにかく多いところでは片手を突っ込んで一度に20から30匹掴めたといい、やたらに数が多かったのは確からしい。本種がこの八田村地域に多産することに関して次のような伝説があるという。八田ミミズを知ってるかいという歌が北陸放送のみんなで作ろうふるさと歌,歌アニメに選定され、石川県内限定でコンビニで DVD が発売されている。 水澄まし通信ナンバー6、滋賀県以下、主として、内田ほか、P210 以下、原木祭に関しては渡辺、P33 渡辺、P30 渡辺、P33 これは粘液を分泌して、ミミズの代表を湿らせる働きを持ち、陸西ミミズにはあるものだが、本群は、それがないのを一つの特徴とする。例えば、石塚、港市渡辺、 p30 渡辺 p46 ここまで渡辺 p54 渡辺 p99 から104渡辺 p108 石塚みなこし p136 内田ほか p210 石塚みなこし p134 渡辺 p65 渡辺 p7 渡辺 p61 渡辺 p90 から91渡辺 p105 から106渡辺 p108 ハタイ新騎士。ハったミみずについて。動物学雑誌42、1、渡辺、P36 から37渡辺、P37 渡辺、P7 渡辺、P132 から133、高橋ほか、P2 渡辺、P34 渡辺、P34 渡辺、P35 渡辺、P122 から124、渡辺、P128 渡辺、 P38 渡辺 P124 から126渡辺 P127 渡辺 P30 から31渡辺 P35 渡辺 P44 渡辺 P60 渡辺 P81 から82渡辺 P82 から83渡辺 P107 渡辺 P36 渡辺 P34 から35渡辺 P37 渡辺 P63 ありがとうございます。